そうそう、モリーも探すけど、シャリオカードも探さなくちゃ。先生、何か分かったかな？アーシュラ先生、どうですか？図書室では限界があるわね。後で最古の資料館の方にも当たってみるわ。お願いします。ただ量が多いから闇雲に探すと時間がかかるかもしれないわね。あ、そういえばモリーが図書室の幽霊は魔法黄金期にルーナノヴァに入学した落ちこぼれ魔女だったって言ってました。魔法黄金期ということは200年くらい前ね。そのあたりを重点的に調べてみるわ。どこかで見ませんでした？今探してるんですけど。シャリオカード？そんなもの知らん。ですよね。それじゃあ失礼します。待て。はい。ちょっと倉庫まで行って実験用の材料を取ってきておくれ。なんで私が。主こんな年寄りに階段を上り下りしろというつもりか。ま、わかりましたよ。取ってきます。ルーキッチ先生が言ってた実験用の材料ってこれかな。さっさと持って行って。あれ？これもしかして。やっぱりそうだ！シャリオカード発見！やったー！ルーキッチ先生、頼まれてた実験用の材料を持ってきましたよ。うん、ご苦労。ありがとうございました。別に何もやらんぞ。分かってません。でもおかげで大事なものが見つかったんです。あれ、スーシー何してるの？キノコ。お、これは大物かも。これシャリオカード？て、毒のないキノコか。スーシー、ありがとう。うざい。何してるの？何
何ってアッコのシャリオカード探し。ロッテも探してくれてたんだ、ありがとう。私だけじゃないよ、みんな探してるんじゃないかな。え、みんなも？うん、アッコがシャリオカード大事にしてるってみんな知ってるから。そうなんだ。あれ、シャリオカードじゃない？やった！パピリオディア、綺麗だったよね。うん、すごく綺麗だった。また見たいな。ちょっと前のことなのに、なんだかずいぶん前のことみたい。魔法黄金期のルーナノバについて調べてみるってアーシュラ先生言ってたっけ。分かったんですか？その前に一つ確認なんだけど、モリーは自分のことを狩猟の魔女、そう言ったのね。はい。200年ほど前、ルーナノバに狩猟の魔女が現れた記録があったわ。その狩猟の魔女って何ですか？自我を失い、魔力を暴走させた魔女がモンスターと化した危険な存在みたいね。姿形から狩猟の魔女と呼ばれるようになったと書かれていたわ。その狩猟の魔女はどうなったんですか？当時のルーナノバの先生たちが封印したそうよ。どこに封印したのかは。ホロロギウムの間？正確に言えばホロロギウムの間にある開かずの扉、その先に7つに分けて封印された。だからモリーは狩猟の魔女の力と記憶は失っていた。そのあたりはモリーが言っていた通りね。モリーは時の呪いを受けて狩猟の魔女になったと言ってました。ねえ、時の呪いについても調べてみるわ。ちょうどいいところに来た。え、何ですか？用務員たちの風呂の整備をしようと思ってたところでな。げっ、ただ働きをしろとは言わん。手伝ってくれたら報酬をやるぞ。報酬って？それは手伝ってからの楽しみだ。わかりました、手伝います。それじゃさっさと整備するぞ。うへえ、トロルの赤だらけ。冬か。浴槽に問題はなさそうかな。メタモールピーポチュキュー。わかりました、手伝います。それじゃさっさと整備するぞ。これはシャリオカード？もう、なんでこんなとこにあるのよ。よし、こんなところだな。疲れた。ほら、約束通り報酬だ。これが報酬？なんだ、文句でもあるのか？そういうわけじゃないですけど。なんなら追加報酬として飛行魔法の補修でもするか？いえ、ありがとうございました。
リオカードじゃない？どうしたの？落ちてた。こんなところに？はあ、ヤスミンカが拾ってくれてよかった。食べる？もちもち味。こんなところで何をしているのですか？ちょっと探し物をしてて。バドコック先生こそ何を？購買で売っている商品の在庫数を確認に来ただけです。はあ、先生ってそんなことまでしてるんですね。当然です。ルーナノバは財政難なのですから、少しでも無駄な支出は抑えなければ。わかりましたから。ところで、あなたは自分のほうきの手入れをちゃんとしていますか？ほうきの手入れ？その様子ではしていないようですね。ほうきの汚れは心の汚れです。一人前の魔女であれば、ほうきの手入れは毎日しなければなりません。はあ、でも私まだまともにほうき乗れないから。それとこれとは話が別です。いいえ、むしろ考え方だからあなたはほうきに乗れないのです。というわけで、あなたにはほうきのお手入れの必需品、ほうきクリーナー Z をおすすめします。ほうきクリーナー Z？ ええ、購買で売っています。なんと今なら特売セール中です。それって在庫処分なんじゃ。特売です。わかりました。ほうき、それってと、わかり、ほうきクリーナー Z がセットで10個。使い切るのいつになるやら。あれ、なんか挟まってる。うわ、シャリオカード。先生がいるんだよね。それで？ちょっとの間フィネラン先生を連れ出して。お願い。なんで私がそんなことしなくちゃなんねえんだよ。いいじゃない、ケチ。なんだと？なんですか、創造主。あ、フィネラン先生。アマンダが先生に用があるって。あっこ、てめえ。お願い、アマンダ。ちぇ、覚えておけよ。ミス・オニール、用というのは何ですか？ああ、ちょっとここじゃなんなんで、指導室で。いいでしょう。よし、今のうちだ。やったー。アマンダ、シャリオカードあったよ。ありがとう。そりゃよかったな。私の方はよくわかんねえけど説教されちまったよ。日頃の行いのせいじゃない？てめえが言うんじゃねえ。
時の呪いについて、アシラ先生、何か分かったかな？アシラ先生？アッコ、どうしたの？先生こそどうかしたんですか？アッコがルーナノバに入学した時にはモリーはすでに学校にいたわよね。え、はい、そうだと思いますけど。それがどうも、私がルーナノバに通っている頃にもモリーは学校に在籍していたみたいなの。え、それどころかもっとずっと昔から、200年ほど前からモリーはずっとルーナノバにいる。でもそれなら誰か覚えてるはずじゃないですか？そう、誰一人モリーのことを覚えていない。私も覚えていないわ。狩猟の魔女としての記憶を失っていたモリー自身さえ知らないままだったのでしょう。どういうことですか？どのタイミングかわからないけれど、モリーに関する記憶はリセットされるみたいね。その時にモリー自身もそれまでの記憶はリセットされていたんだと思う。これ何かに似てると思わない？似てるって、あ、今の私たち？時間を繰り返しているわけではないみたいだけれど、もしかしてそれが時の呪いですか？どうかしら。もしかするとホロロギウムの間に封印された影響なのかもしれない。なんかよくわからなくなってきた。そうね、本当のところはモリーに聞いてみないとわからないけれど、とにかくモリーを見つけるのが先決ですね。時の呪いだかなんだか知らないけど、そういう難しい話はアーシュラ先生に任せました。アッコ、少しは考えましょう。二人ともどうしたの？アッコ、モリーを見なかった？モリーが朝からいないんだ。どこに行ったのかわからなくて。ああ。何？アッコ、何か知ってるの？うん、私もモリーを探してて。もし見つけたら私たちが心配してたって言っておいて。わかった、ちゃんと伝えるよ。アッコ、ちょうどよかったですわ。何が？これ、あなたのでしょ。あ、これどうしたの？ここに落ちていました。そうなんだ、よかった。ダイアナ、負けないんだからね。は？何をいきなり。月光の魔女だよ。ルーナノバ魔法祭で最も才能がある魔女に贈られる称号。シャリオも選ばれた月光の魔女に私もなるんだ。勝手になさい。その剣、その刃、その全てを持って悪しき者を貫け、フィネルフィネラセラーダ。
そこで、これでも食らえ、ボイシアペリア、これでも食らえ、アルペリア、そこで、これでも食らえ、油断大敵のようですね。そこで食らえ、これでも食らえ、そこで、そこで、これでも食らえ、そこで、そこで、そこで、これでも食らえ、ところでのペリア、これでも食らえ、
油断大敵のメイディオソルアール。あいたたたたた。にげろ。にげろ。
ドーペオーデンプレタールシャイニーアリケーン、これでも食らえ、アルカレムシュラフ、これでも食らえ、これでも食らえ、これでも食らえ、